こんなところにカプセルトイのマシンがありましたよ。挑戦してみてもいいでしょうか。ありがとうなのです。では早速挑戦なのです。まずはここにコインを入れて、いたのね。はい、このカプセルトイに挑戦してるのです。クレハも遊びに来たのですか？ううん、私は特に用事はなくて。クレハ？あ、レイちゃん、ほら見て、カプセルが出てきたわよ。これはこうして、なかなか開かないのです。この前のカプセルはすぐに開いたのにこれはちょっとしたコツがいるのよ。貸してみて、レイちゃん。はい。ここをこうひねれば。はい、どうぞ。わあ、クレハすごいのです。ありがとうなのです昔よくやってたからね。そういえばさ、あんたも開けるの苦手でよく私に開けさせてたよね。マスター、もう一回やりたいのです。レイちゃん、あっちの方に別の種類もあるみたいよ。ほら、あそこ。おお、本当なのです。ちょっと行ってくるのです。ねえ、突然で悪いけど、今度リアルでも会おうって言ってた話、やっぱりやめてもいいかな？だってリアルで会うと、あんたもきっと私が昔と違ってることに驚くもの。ああ、違うって言っても見た目じゃなくて性格のことよ。この間いつきさんが言ってたことは正しいの。ここでの私は猫をかぶってて、リアルな私はお姉ちゃんのことばかり気にしてるダメな妹で、あんたはきっと幻滅しちゃう、そう思ったのよ。ありがとう、そう言ってくれて。でもね、やっぱりリアルな私のことは幼なじみのあんただからこそ知られたくないの。最近の私がなんかうじうじしてたこと気づいてたでしょ？これが今のリアルな私に近いの。これ以上リアルな私をこの世界で晒したくはないんだけどね。どうしたの？このカプセルレアなものみたいです。店員さんも驚いていました。ほんとね、キラキラしてるし、いかにもレアって感じ。クレハ、また開けてほしいのです。もちろんよ、任せて。こんなに綺麗なら傷一つつけたくないもんね。はい。あれれ、マスター、どうして笑っているのですか？
あんた。マスター、いきなりどうしたのですか？クレハが優しいのは当たり前なのです。そういえば、クレハとマスターは近々あちらの世界で会うんでしたよね。楽しみですね。ぜひ久しぶりに会った感想を聞かせてくださいね。ごめんなさい、なんかうじうじ考えてたのがバカらしくなってきちゃった。ねえ、すぐに会うのはちょっと難しいかもしれないけど、約束はキープしたままでいいかな。そうだな、宇宙船をクリアしてトップになれた記念に会うっていうのでどう？え、そうね。あんたもレイちゃんも本当にありがとう。
アスナ、いい感じだよ。任せて、弱ってるわよ。今すぐチャンス。アスナ、回復関係で応援してますよ。すごいダメージです。回復します。チートが集まってます。最高です。弱ってるわよ。今すぐチャンス。動きが鈍ってる。助けてください。最高です。レイト弱いますよ。今のチャンス。すごいすごい、頑張ってるね。任せてよ。弱ってるわよ。今のチャンス。サポートです。うわ、レアアイテムだね。おめでとう。到着っと。お疲れ様。はーい。どうしましょう。あのエネミーは危険ですよ。弱ってるわよ。今がチャンス。あのエネミーは危険ですよ。弱ってるわよ。今がチャンス。ガッしないと。
させる。アスナ、ありがとう。やるわね。アバッス、ありがとう。もっとやれるわ。素晴らしいです。アバッス、頑張ってるね。嬉しいのです。アスナ、大好き。弱ってるわよ。
い感じだよ。それなので、
ジャーボックス。まだまだレベルアップです。褒めてください。やりました。これでパーツが全部揃ったのです。マスターがいっぱい頑張ったおかげですね。ありがとうございます。おめでとう、レイちゃん。最後のパーツはどんな機能なのかな。はい、早速はめてみますね。すごいです、マスター。私は賢くなりました。見てわかりませんか？ほら、輝く知性がほとばしっているでしょ。まあ、残念ながら知性は可視化されてないようだからわからないけど、また新しい機能がついたってことかな。言語能力が格段に進歩しました。これで難しい言い回しや大人のセリフに対応できます、多分。それとエモーションカスタマイズ機能が追加されました。今までよりさらにマスター好みの私になれます。日常生活のいろんな場面でマスターの好みに対応しますよ。ぜひみんなに自慢してください。そいつはすごいな。タイプ X だけのオリジナル機能か。資金管理や戦闘のサポートもできるし、アファシスって本当に優秀なのね。レイちゃんの機能をうまく使えばかなり有利よ。いろいろと試してみようよ。ご利用お待ちしております。いらっしゃいませ、マスター。ここは総督府ロビーです。何かご用でしょうか？ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。ご安心ください、私は完全に正常です。さあマスター、ご用件を。私に指示をください。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。現在イベント情報へのアクセスは遮断されております。私が遮断しているんじゃないかですか？黙秘権を行使するのです。ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。理由ですか？それは、規則ですので。他には何かございますか？申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。あ、自分で端末を操作するのは反則なのです。
ん。失礼しました。ともかく現在ランキングをお見せすることはできません。他にご用件はございますか？申し訳ございません。ご要望には。え、違うのですか？あ、はい、わかりました。慣れないことをするとくたびれるのです。受付をしているアファシスはすごいのです。クラインがタイプ B との関係を理想と言っていたのです。だからまずあの二人のやりとりを参考にしてみました。マスター、さっきの私たち理想の関係だったでしょうか？そうなのですか。結構上手に真似できたと思ったのですが、タイプ B みたいな話し方もちゃんとしたし、お答えできませんもちゃんと使ったのに、何がいけなかったのでしょう。そうか、わかりました。私はアファシスタイプ X だから、タイプ B と同じじゃダメだったのです。そうとわかれば簡単なのです。もっといろいろなデータを参考にすればいいのです。では早速データを集めてきます。次こそ理想の関係ですよ、マスター。マスターじゃない、ご主人様、今日も赤色のいいお天気でございますね。ところで喉は渇いていませんか、ご主人様？いつでもお茶をお入れしますでございます。そうだ、荷物は重くないでございますか？とにかく何でもお申し付けくださいでございます、ご主人様。何をしているのですか？ あ、デイジー、テリスカもこんにちはなのです。こんにちは、レイちゃん。マスターをご主人様と呼ぶなんてどうしちゃったの？あなたのマスターから何か妙な命令でも受けたの？そうです、違うのです。これは私がマスターにお願いしてやらせてもらっているのです。あらあら、どんなものにだってメンテナンスは必要なのです。私とマスターの関係だってそうです。世の中にはきちんと関わりを築いて、これがアファシスとの理想の関係だぜって言い切る人もいるのです。私はいつかマスターにもそう言ってほしいのです。だからこうやっていろいろ試しているのです。理想の関係だぜね。まあ誰が言ったのかはだいたい想像がつくけれど。ですが、私たちにメンテナンスなど必要ありません。そうね、私もデイジーちゃんに不満はないわよ。ああ、でもマスターへの不満という点では少し。え？お疲れの時には休むことを優先してください。私は数日放っておかれても全く問題ありません。私のことを気にしすぎてマスターが疲れるなどあってはならないことです。ええ、気をつけるわね。それに私の服はもう十分あります。マスターはご自身の。あら、新しい衣装は嫌いだったかしら？いいえ、とても可愛らしい衣装だと思いましたが。でもそれとこれとは話が。そうなんだそっか、気に入ってくれたのね。二人は仲がいいのですねどう？レイちゃんから見て
私たちは理想の関係に見えるかしら。よくわからないのです。前に見た理想の関係とは違うようなのですが。ねえレイちゃん、レイちゃんは理想の関係になるために自分が変わろうとしてるわね。でもマスターを変える手もあるんじゃない？もしかしたら手っ取り早くマスターを乗り換える手もあるかもしれないわよ。他のマスターや例えば私とだったら理想の関係になれると思う？よくわからないのです。でも私はマスターのアファシスなのです。だからマスターに理想と思ってほしいのです。でもレイちゃんは幸せ者ね。そうなのですか？大丈夫、きっともうすぐ答えがわかるわ。だって答えはもうレイちゃんの中にあるんだから。それじゃ私たちは行くわね。レイちゃんもマスターさんも元気でね。お二人ともさようなら。行っちゃいました。マスター、私のやり方は間違っているのでしょうか？わからなくなってきました。あ、マスター。こんにちは。なのです。今日は狩りに行くのですか？クエストですか？なんだって私にお任せなのです。マスター、はい、やっぱりマスターにはお見通しなのですね。実はこの間からずっと気持ちがモヤモヤしているのです。だからおやつもあまりたくさん食べられず。この前セリスカとデイジーに会いましたよね。それからなのです。あの時最後にゼリスカは言いました。答えはもうレイちゃんの中にあるって。でも私には何のことかさっぱりなのです。いくら考えても。私は早く理想の関係になって、もっとマスターの役に立ちたいのに。おお、ニュースで見た顔がいると思えば、お前タイプ X だろ。ってことは、そっちにいるのは噂のマスター様か。いかにもひよっこって面をしてやがるぜ。なんなのですか、あなたは。マスターはひよこではありません。引っ込んでな。いくらレアだろうが AI なんぞ似合わねえ。俺様が会いたかったのはそっちのひよっこよ。いや、それよりチートマスター様って呼んだ方がいいか。聞いたぜ、お前ログイン初日に大会に出たんだってな。最初からそれ目当てみたいによ。そしてだ、ワープゲートでうっかり飛んだ先が偶然そこのアファシスの目の前だったんだってな。お前は迷わずマスター登録、上位ランカーの鼻先からそいつをかすめ取ったってわけだ。しかもその時上位ランカーから撃たれたのに、なぜか狙撃は外れ、あんたは無傷。
ふざけんな、できすぎだろうが。何がリアルラックだよ。なきゃあるか、チートだろ。そうなんだろ。ひどい言いがかりなのです。マスターはチートなんかしないのです。俺はお前のマスターと喋ってるんだよ。だいたいなんだお前その喋り方。他のアファシスじゃ聞いたことないぜ。バグでもあるんじゃないか。違います。マスターはチートなんてしてないし、私にバグなんかありません。勝手にマスターのことを悪者って決めつけて、ちゃんとした証拠もないのに思い込みだけで文句を言って、あなたなんか何も分かってないのです。なんでお前こそ何が分かるってんだ。分かります。マスターはすごいのです。ズルはしないし優しいし、それにとても努力家なのです。今強いのだってずっとずっと頑張って強くなったのです。それに私にお小遣いだってくれるのです。パーツだって探してくれるのです。悪いことなんて絶対絶対しないのです。バカにするな、バカ。おい、アファシスってプレイヤーにバカとか言っていいのか。なんだよ、AI の接しやがって。まるで俺様が悪いみたいじゃねえかよ。悪いのです。いや、そりゃでもよ。わかった。その、なんだ、悪かったな。あばよ。失礼な人だったのです。マスター、私はマスターがひどいこと言われてるのを聞いてたら、胸とか頭がカーッとなっちゃったのです。それで気がついたら急に言葉が溢れてきたのです。ゼリスカの言ってたことようやく分かった気がするのです。マスターはずっと私のマスターで、私もずっと私だったのです。クラインとタイプ B やセリスカとデイジーのやり方とは違うけど、理想の関係ではないかもしれないけど、私とマスターは私とマスターのままでいていいんですね。遠回りしちゃってごめんなさい、マスター。でももう大丈夫なのです。一緒なのです、マスター。あ、そうだ、マスター、いいことを考えたのです。せっかくいろいろ試したんだから、今後に生かしたいのです。だからマスターが言ってくれれば、いつでもご主人様って呼んであげるのです。あ、それともご要望にはお答えできませんの方がいいですか。ああ、マスター、どこに行くのですか。ずっと一緒なんだから、私を置いていっちゃダメなのです、マスター。マスター、あの、この間話したことを覚えていますか。あ、それもあるんですが、理想の関係の話です。あれから考えたんですが、私、マスターと
理想の関係を目指してみたいのです。あ、今はもうマスターとアファシスの関係がそれぞれ違ってることは分かってますよ。正解なんてどこにもないってことも。あの時も言いましたけど、マスターは最初は本当のニュービーだったのに、すごく努力してどんどん強くなって、優しいところとか楽しいところとか変わってない部分もあるけど、マスターがここに来て変わったところもやっぱりたくさんあると思うのです。そういうのを成長っていうのかなって思ったら、私も一緒に成長したくなりました。マスター、私マスターのことが大好きです。幸せだったのに、それよりも上があったなんて。マスター、これからも頑張りましょうね。変わらないこと、変わること、どちらも一緒に、私たちの理想を目指して。なんでしょう、ここに倒れたのでびっくりしたのです。なるほど、体を休めたいだけだったのですね。じゃあ私もマスターの真似をしたいのです。マスター、隣に寝てもいいですか？いいけど少し恥ずかしいですか？どうしてなのですか？恥ずかしいという感情は確か、失敗したことを他人に見られたりした時に感じる感情だったはず。別に今マスターは何も失敗などしていないですよ。そうじゃない時も恥ずかしくなることがあるですか？なかなか難しいのです。人間の感情を理解するにはまだまだ時間がかかりそうなのです。いろいろと考えていたら何やら頭がぼーっとしてきたのです。あ、そうなのです。マスター、ここで私も寝てもいいですか？寝転がることではなく睡眠をとるという意味の方です。はい、すぐにまた元気になってマスターのサポートをするのです。待っていてくださいね、マスター
しょう。ワクワクです。ですね。この前の恥ずかしいって気持ちについて質問なのです。この前クレハが言っていたのです。失敗を見られた時じゃなくても恥ずかしく思うことがあるって。それは普段の自分とは違う一面を見られた時だそうです。例えばいつもと違うコスチュームを着た時とか。この前マスターが私と一緒に寝っ転がった時に恥ずかしいと言っていたのはそういう恥ずかしさなのですか？あ、でもあれ？あの時別に普段と違うことは何もしていなかったのです。やっぱりわからないのです。教えてほしいのです。マスターはあの時どうして恥ずかしがったのですか？なんで教えてくれないのですか？え、それも恥ずかしいからなのですか？もう私は頭がこんがらがってきたのです。恥ずかしいは難しいのです。でも諦めないのです。今日もマスターと一緒に寝るのです。そうすれば真実に近づけるかもしれません。マスター、ダメだとは言わせないのです。一緒に寝てください。ありがとうなのです。ではおやすみなさい。